皆様こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご連絡ください。愛犬マルバツクイズです。膀胱炎は水の退院、おしっこの回数が増えるなどの症状が出る。答えは丸です。膀胱炎は膀胱に炎症が起きる病気で、ほとんどは尿道から入った細菌が原因です。メスに多く、慢性化しやすいので徹底した治療が必要です。泌尿器系の病気はそのサインをつかみにくく、気づいた時には重症化していることもあるため、普段からおしっこの回数や量、色に注意を払いましょう。以上で愛犬マルバツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご連絡ください。